皆さんこんにちは、渡辺です。今回のサロンスタイルは髪のボリュームを抑えたコンパクトボブスタイルになります。お客様のお悩みとしては、とにかくね、この癖が結構気になるということだったので、癖を伸ばして収まりのいいボブスタイルにしたいっていうことでした。で、この癖具合なんですけれども、このくらい癖があるとね、まあ宿毛矯正でもいいかなとはね思ったんですけれども、髪のダメージもそうですし、あとはね、ボリュームがちょっとねなくなってしまって、ちょっとペタッとしてしまう、そういったね悩みもあったので、今回はね3熱トリートメントでやることにしました。では早速3熱トリートメントをやっていくんですけれども、やっぱりこう髪の毛のやっぱこう癖の部分だったりとか、あとはダメージ部分、ここをね、まあ、そのトリートメントの部分をこう塗り分けてやっていかないと効果が出ないので、しっかりと塗り分けた状態で加温とあと放置で約20分ぐらい置きます。これでトリートメントの浸透をしっかりとやっていくっていうことです。次にアイロンになります。で、このアイロンも結構重要なので、まあ、しっかり丁寧にやっていって、あとはねこの伸びた部分だったりとかをカットしていきます。で、しっかりとカットしていくとこんな感じに仕上がります。長さ的にもそうなんですけれども、こう後ろの部分が少しねこう丸みを帯びて、で、特にね絶壁だったりとか、頭の形が私良くないのっていう方に関しては、こういったねボブカットの切り方をすることによって丸みがしっかりと出て、で、しっかりとねあのボリューム感も出るので、今の季節、こう冬の季節、例えばマフラー巻いたりとか、襟付きのね、まあ、あの洋服だったりとかコート、あとダウンを着たりとかしても結構ねこう髪の毛が収まって見えたりするので、結構おすすめ。逆にね、今の冬の季節っていうのは洋服によってやっぱその髪の毛がちょっと邪魔だなだったりとか、扱いづらいなっていう方に関してはこういった感じでね、バサリと着る方も結構多いです。なのでね、ちょっと着るかちょっと悩んでいる方はぜひね参考になさっていただければなと思います。で、今回やってるね3熱トリートメントなんですけれども、アルカリ剤だったりとかそのダメージが出るようなお薬は一切入ってません。ほとんどトリートメントです。どちらかというと極端にねめちゃくちゃストレートになるっていう感じではなく、もう根元のボリュームをねあんまり失わないように、で、より自然にツヤのあるストレートヘアにしていくっていうのがこれのコンセプトです。なのでコテだったりとかブローだったりとかをやっぱりこう結構したいよっていう方に関しては、宿毛矯正だったら結構なりづらかったりもするんですけれども、3熱トリートメントだったら一緒にできるので、まあ巻き髪だったりとかも楽しめるよっていうような感じ。効果的にも 2,3 ヶ月ぐらいやっぱり持ったりもするので、個人的にはねこう宿毛矯正まではやりたくないだったりとか、でも髪を結構綺麗に見せたい、ツヤっぽく見せたい、ちょっと癖伸びたらいいなっていう方に関してはこのね結構トリートメントおすすめなので、ぜひね気になる方コメントだったりとかね、まああのインスタグラムの DM だったりとかをいただければなと思います。気軽にねご相談でも全然大丈夫ですので、よかったらね LINE アットもね登録してもらえたら、そちらでご連絡いただけたら、お答えしますので、ぜひ皆さんお気軽にお問い合わせください。ということでね、今日は収まりが良い、コンパクトボブのヘアスタイルをお送りしました。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。